主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ誌、技術誌、交通誌各国の交通誌日本の交通誌街道、日光東王冠日光東王冠は、日光東照宮参詣のために作られた、日光街道の脇王冠である。水戸街道小金塾安子宿館の追い分けと、日光街道石橋塾から、鈴目宮塾館の追い分けを結んでいた。日光東王冠は、 水戸街道小金塾と阿鼻子塾の間、東小金より、北東、かつての小金牧内、現在の柏市と吉屋座新木戸で分岐し、関宿、有機といった、城下町を経て、日光街道石橋塾と、鈴目宮塾の間、かつての河内群茂原新殿五両、現在の下津毛重古山と河内郡上野川町佐野道の境付近で、 日光街道に合流する感動であった。その道程は20里34町に及ぶ。産経目的のほかに、周辺大名の参勤交代や、物資の輸送、庶民にも利用された。関屋土道、有機街道、有機道、多行道という名称もあったほか、江戸幕府による正式名称は、関屋土通り、多行道であった。現在、周辺住民からは、 旧日光街道と呼ばれる捕獲瀬街道、有機街道などとも呼ばれる。前述の南柏駅付近を走る、国道6号には、旧日光街道入り口という交差点も存在する。山崎宿、中里宿、関宿宿宿、堺宿、谷会宿,宿、二礼宿、諸川宿、竹石区、有機宿、多幸宿。ありがとうございます。